人周到に傘なんか持ってきてて、一人刺してたんだ。山道で雷雨だってのに。その浜口が俺の前を歩いてたんだが、一瞬雨の中を闇雲に走り出したすぐ後だった。二人目の犠牲者が出たんだ。星川って足を踏み外して崖から落ちちまって、切り立った高い崖で下山して助けを呼ぶしかなかったんだ。結局二人とも助からなかった。兄貴。